はい、どうも、またこれは第3回かな、パラシュートかなっていうゲームをやっていただきます。多分これゲームウォッチで多分このパラシュートで来てる人を、まあ、助ければいいのかな。でサメに食われたらおしまいっていう感じかな。でまあ1でスタートとか、S の計画とかで1でスタート。はいはい、サメにも気づけないといけないね。はい、どうしたどうした。これサメどうなの？サメは何なの？俺は当たっていい？早い。もうちょっとでも使ったアウトなのこれ。あ、ダメなのか。こっちか。なんだその変化球。危ない。もうその変化球やめて。これどうなんだろうな。これは結構点数多いや。あ、やっぱり。これ、今何本？今、52か。52で59。これそうだな。前からのやつもそうやけど、まあ、このウィークで、10位圏内入ったら終わりにするか。あ、またこのロシア人だ。ロシア人か分かんないけど、また気違いの点数叩き出してんで、まあ一応10位圏内目指して、まあいけそうやったらここら辺を狙ってみますか。まあ一応多分これ早送りにすると思うんで、あのしょうもないところ、ランダムの配置も結構難しいのかな。
長押し OK なのかな。いや昔のゲーム機に長押し機能とかついてないな。いやーやった70まで行きたい。せめて自己ベスト超えないとどうにもならん。危ない。いやーやった、くそー94か。ちょっと待って、結構興奮してきた。94位かー、くそー。100まで行きたかった。あーでもそろそろ10分かー。じゃあ今回にしよっか。というわけでね、パラシュートは、94で4位でした。ウィークリーの方ね。というわけで、お疲れ様でした。というわけで次の、ゲームウォッチっていうか昔のゲームのやつ、見てください。